ポークケチャップを作ります。豚ロース肉2枚の両面に塩胡椒適量、小麦粉適量をまぶしておきます。ニンニク1かけ、玉ねぎ 50g、20回ほど分々引っ張ります。フライパンにサラダ油適量を入れ、下味をつけた豚肉を焼き、焼き色がついたら裏返して蓋をします。火が通ったら一度取り出します。 分分した具材を炒めます。ウスターソース大さじ2、トマトケチャップ大さじ3、酒大さじ1、醤油小さじ1、砂糖大さじ1を入れ炒めます。豚肉を戻しソースを絡めて完成です。